おはようございます。画家の小木曽です。第156回の鬼工評会スピンオフ勝手に公募展という企画でございまして、第2回勝手に公募展、テーマペン画ということで、今日は入賞編というのをお届けしようと思います。プレミアム公開ということで、皆様チャットしてますか？よろしくお願いします。何曜日になってるかちょっと分かりません。編集がどれくらいかかるか分かりませんの で今日は入賞編ということで、76作品のうち、40プラス、24だからあと12枚となりました。さあどんな作品が残っているでしょうか。で今日はですね、過去に、ちょっと応募してくださった方のはなんとかメールとか探し出して、その作品もお見せしていこうと思います。やっぱり案の定ですね、僕予想してたんですけども、この賞に入ってくる人に関しては過去に出していない人もやっぱ多くて、でプラスでも賞を取って、行かれる方というか、やっぱ新しいチャレンジすごいしてました。やっぱりそうかということで、そのあたりが僕なんとなくこう想像していたんですね。でそういうのってすごくこうクリエイティビティ、早速いきましょうね。12名、でここからは順番です。私の中では、初めの作品、それでも70何分の、ちらっと見えてしまいましたが、12番目ですからね、こちらの作品です。ほう、これ面白いなと思いました。ペンですか、これは。ねえ、こんばんはというか、勝手に公募展お題ペン画ということで、カラーボールペン、こんなんあるんですね、シグノのカラーボールペン。これぜひ僕、これ買わんといかんな。お題というか、月の満ち欠けをマンダラアートで表現しましたと。今週は中秋の名月ですと。あ、そうなんですよね。満月でうちの袋もなんか LINE で送ってきましたけどね、パッと、外見たら確かにな、みたいな感じでしたけど。いや、面白い。こんなんペンで皆さん書けるんですよ。黒い紙かなんかに書いているんでしょうかね。北越、紀州制止という、北に、越えるに紀州の紙ですかね。15センチ×10と小さい作品ですよ。よく書かれていますね。色上質紙黒。どことどこで使い分けてるんや。それもわからない感じですけども、そういうところもすごくいいなと思いました。で、じゃあこの方、どんなん描いてたんでしょうかっていうことで、この日本っていうテーマでこの絵描いてた方です。第1回、勝手に公募展の日本というテーマの中でこれを描いていた方。ね、すごく挑戦してるのわかります？これ見たとき、あ、この方ここまで挑戦されたんやっていうのですごくこうまた好感持てました。もちろん過去の作品は一応この上位が決まった後に見ています。ね、見ていますので、で、非常にこう面白い独創的なアイデアと、すごくこう綿密な、あれと。まあ、この満ち欠けのこう周りのこうペッ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 とある1、2、3、4、5、6ですか、6個の顔なんかもすごく潔く書いてあって、私はいらんかなっていう気がするというか、もうちょっとあまりにも可愛らしすぎて、このなんかですね、マンダラ風のものを少し邪魔してしまいすぎてるかなと。なんかここのところでもう少しこう慎重なに、ああ顔なんやぐらいの感じとかに見えてくれば、もう十分こうその月の満ち欠け的なところはイメージが湧いたので、なんかそのあたりでもう少しこっと上に行ったりするような感じもあるのかなという気はしますが、このチャレンジに関しては皆様から拍手を送ってあげてください。パチ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 ということでございます。さあ第11位になりますかね、こちらの作品でございます。この方はですね、初めて、うわーすげーねえ、皆様近くに寄って見られてみてくださいというかですね、すごいですね、これ何ですかっていう感じですけどね、初めての出展ですと、よろしくお願いしますと。油絵アクリルと描いてますが、自分なりに絵と向き合い、究極の表現方法は線で描くことではないかと思い、毎日コツコツ作品制作を楽しんでますと。あ、そうですね、今回の公募作品、海から感じ取った私の気持ちを描いてみましたということで、うねりね、えすごいですよね。非常にこうよく描けているし、この細かく皆さん見てください、なんぞやみたいな感じがありますよね。非常によく描けていて、
まあこれ何を言えば写真がちょっと上の方ピンボケしてこう光ってしまいましたね。なんかいい場所探したら多分もっと綺麗に写ったはずやのになっていうのがすごくもったいないなっていう気がしたんですね。もう本当に細かいことですよ。やっぱりこの辺りになってくると上位になってくるとその辺りとかも緊張感が高まってくるのがよくわかりますよね。初めての応募ということで、ね、本当にこうなんかこれで作品にものになっていくような気がしますよ。サインも品がよく上の方、右上の方にチュチュッと書いてある程度でいいですね。だいぶ皆さんサインに関しては僕がわけわからんこと言うたから品よく書かれているなという感じがします。波のうねりでもうちょっと手前側に僕やった細いの入れるかなとか、左上の白いところに丸2つ、この丸2つの大きさの比率変えるかなとか、なんかその密度差みたいなのは自分が思ってるよりも大きくつけてみられてもいいのかもしれない。今後のためにですね、そういうところでもっとこうダイナミズムが出てくる前後関係みたいなのが、別にこう遠近法的なことは使わずとも線遠近法的なことでなんかダイナミズムが出てくる可能性もありますので、このなんか特に左上の白2個っていうのがちょっと欲しいな、もったいないなという感じがするのがちょっとこう弱点かなという感じがします。そういうほんの少しのことでこういうこう究極的な絵画っていうかですね、本当にミニマルなこうどんどんこう研ぎ澄ましていくということプラスアルファどっちかしらね、まめつ的にぐーっと描いていくということのこうなんかね、コントラストみたいなのが寄りついてくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ頑張ってみてください。ビファール水彩紙の細め 0.38 のボールペン、ボールペン1本なんですねこれね、 F65 だから、あ、同い年だ。なんかこうどんどんいい作品自分で描いていきながら多分、どんどん良くなっていくんじゃないかなと思います。自分で感じたものを抽出していくということは完全にオリジナルになっていきますので、それはすごい強さになっていきます。絶対それはもう貫いて頑張ってみてください。またいつか機会あれば、これだったらペン画でも十分油絵とかに太刀打ちできるような気がしませんか。なんかこうそういうところも今回のこのペン画というテーマで、させていただいたのはそういうところがございます。次の作品こちらですね。第10位になるのかな、こちらの作品。何書いてあるんですかこれ。僕ね、これね、面白いなと思って。で、パッと分かりました。あ、そうかそうか、こう、桃太郎やな。キジがいたり、猿いたり、下の方に桃太郎いて、鬼退治ですね。上の方に鬼おるなと。ああ、そういうことかと思って。で、僕ね、この黒い線が、なんかのずーっと意味なんですか。誰か気づいた人います？チャット欄に書いてくれたら、これなんやろなと、ずーっと見続けてたんですよ。でこれはっきり言ってしまうと弱点は背景ですよね。皆さん気づいたでしょ。これやったらもうなんか定規かなんかでビヨーンと引き続けた方が良かったんちゃうかと思うんですけど、でもそれぐらいとどめるということをできる作品、できた作品やなという感じがして、ちょっと過去の作品をお見せしておきますと、こちら、ああ日本で出していた人、アイデアの人なんやこの人はって感じでしょ。でいつも動画楽しく拝見してます。京都在住の方ですね。ああまた京都遊び行きたいなーっていう感じしますね。僕昔話したことあるんですけどね、奈良県民っていうのはどうしてもちょっと若干京都に嫉妬してるところがありまして、あんまり京都に学生時代高校生とかの時遊びに行かなかったんで、今すごく後悔しておりますということで、最近はライブ配信でのチャットのやり方も分かり、あ時々参加、そうですか、今回はペン画ということでやってみたいことは割と早く思いついたんですが、画力がなく、何度か試行錯誤し今の作品になりました。やはり公募展の出品作と見ると力不足な気はしますが、勇気を出して、いやいや、だから本当にこれこの黒の潔さをこうなんていうか雑じゃないじゃないですか。ここに思い切った黒が入ってきて、そして私に何かこうずっと考えさせた。3、4分僕考えましたもんね。顔っぽくも見えるし、こんなんやろなと思ってですね、そういうところはあります。A4 のドローイングペーパーということで、マッキー書いてると、あと黒のボールペン、赤のボールペンということで鬼退治、今までやったことない経験ができ楽しめました。もうこういう姿勢がすごく大事ですよ。本当にもう大事なことやなと思います。鬼をいつも描いてる絵描きさんいますもんね。あ、すいません、忘れちゃった、同い年なんですけどね、東京芸大のデザイン科出身の人でね、熊本出身の方です。これはとにかく背景もったいない。そしてこの黒い線が
一瞬で分かるとかっこ悪いんですけど、なんかこう後からそうかって分かったら面白いですよ。なんかこう教訓みたいなの書いてあっても面白いかもしれませんしね、なんかこう背景のところのこの線の絶対ジューってなんかこうこのお城というかこう鬼がいるこうね住処のところとかを縁取りかなんかして、でもずーっとこうそこに紙かなんかマスキング的に当てて、あとも全部ずーっと定規でボケて書いていくかなと思いました。あのでも非常にいいアイデアと思いっきりの良さみたいなのは本当に皆さんに参考になるんじゃないかなと思います。第10位でございました。そして次の作品はこちらです。ねえどうですか、ただひたすら天打ち張ったっていう感じでしょうか。もうこれ見た時は綺麗やな、うちの学生にもペン画という課題を出すんですね。でこうなんていうか受験とかをくぐり抜けてきて一番嫌な仕事っていうのは石膏デッサンとかでまず初めに土台を作ること。僕もなんかもう YouTube でよく土台を作れ土台を作れって言うんですけど、できない人いるんですあれって。で別にそれはそれで僕いいと思っていて、できた方がもういい、もちろんいいこともあるけども、できなかったらじゃあ違うところでいいものを見つけましょうねっていうことで学生にペン画というのをやらせることがあって、でそれで本当にこうただひたすら点を打ってきて完成責任をもう取り切って完成したっていう学生さんですごい満足して今もペン画が好きですという子とかもいるんですよね。でペンで自分のこう描法画法になっていくということも、池田学さんの話をちょろっとしたことあるんですけども、あの池田学さんってペン画でもうすごくこうもう世界的に有名な絵描きさん、佐賀県の出身、宅の出身、宅市っていうところの出身なんですけど、あ、旧楽やったかな、ごめんなさい、どっちやったかな、宅やったかなっていうところの出身、山の本当に中の佐賀県から佐賀市から唐津の方に行く山のところにのもともとご実家があって、佐賀北高校の美術科の1期生か2期生か3期生かなんですけども、で佐賀県で展覧会したら9万人入った。その方と少しお話したときに、なんでデザイン科、東京芸大のデザイン科なんですね、デザイン科に行かれていて、私の学年1個上か2個上なんですけども、なんで東京芸大のデザイン科に行ったんですかと。どちらかというと絵画的な仕事なんですけども、そうすると自分は石膏デッサン、木炭デッサンができなかったっていうんですね。どういうことですか。鉛筆ならばある程度プラスで書いていける、でも木炭は取ったりつけたりっていう大きな仕事をしなきゃいけないんで、自分には向いてなかったからデザインの方にしました。そういうことなんやっていうのを聞いてすごくこう納得しました。まあ世代がすごい近いので、やっぱ僕らの世代、北斗の拳もしましたね、しましたしましたみたいな話をで盛り上がったんですけども、で本当にこうこの方はすみません、だらだら今喋ってしまいましたが、この作品ほら全然昔のこう鬼好評で出てた、覚えてる春人いますか。もう僕この辺の絵を好評しているのあんま記憶ないぐらい多分頭の中パンクしそうだったと思うんですけども、過去に一度鬼好評させていただきましたということで、53歳、通勤路に咲いていた彼岸花、白を朝早く写真に収めて点描してみました。ユリっぽくなってしまい、スケッチブックの白を使った表現やはり難しいと感じました。サムホールスケッチブックに紙用末期15色 あるんですね、こういうのがね、同じような投稿たくさんある、なかったでしょあるでしょうが、投稿するつもりで描き始めたので送らせていただきます。皆さん謙虚謙遜されて素晴らしいですね。写真で撮ると微妙な色の区別は分かりませんが、仕方ないですね。いや十分見えますよ、すごい綺麗です。いろいろな作画動画いつもありがとうございますと。私は水彩が苦手なので主に油絵の動画を参考にさせていただいてますということでございますね。本当にこうすごい、もういろんな色、筆色分割法っていうね、こうスーラっていう絵描きさんなんていうのは点描で描いていってますけども、そういったものを感じさせる、あもうユリかなと思ってまして、何でもいいと思います。私もユリかなと思って見ていた彼岸花の白いやつとか、あもしかしてこれ縦横違いますかね。ちょっともうこれ送られてきたままこれ実は載せているんですけど、天地がもしかして違うかもしれないな。わあ困ったな、どうしようかな。まあすみません、この状態で載せさせてください。縦の状態で送られてきたので、そのまま縦で載せさせていただいてます。非常にいい作品だと思います。ぜひまたこういう気持ち、なんか油絵とかも先ほどの戻ってみると、やっぱ背景とかになってくると少しこう責任みたいなのがもっともっとつけれるようになってくると、もっと良くなってくるなっていう気がしますので、何かこう難しかったらば何か質感を自分でこうやって決めてあげたりすると描けるようになってくるような気がしますよ。じゃあ次の作品いきます。こちら
ね、すっごい面白い奇人間っていうことでしょうかね、いつも楽しく拝見しておりますということで、趣味でイラストを少し描いていましたが、今年の春頃先生の動画を拝見して絵の面白さに気づいた関西のサラリーマンです。思い切って初投稿します。これで何位になりますっけ、8位ぐらいですっけ、10、ちょっとすみません、関西のサラリーマンですということです。何か描こうと考えた際、ペンは後戻りできない画材ではないかと思って、同じく後戻りできない人間の一生を表現してみましたということで、肉体のピークを迎えて衰えますが、できることが増える可能性は死ぬまで広がり続けるんだと先日公開していた、あ、90歳の方の作品ね、すごかったですよね、思いました。生まれた若木が次第に成長して、年老いてもなお成長する姿を上に伸びる伸びる大木に見立てて描いてみましたということで、腰回りが40歳前後ぐらいかなと勝手に想像して精神と肉体真っ盛りということを教えて、いますということでございます。絵画とも呼べるものではないと存じますが、好評よろしく。いやもう十分僕はこういうの絵画だと思いますよ。あ、アルチンボルトっていう絵描きさん、ちょうどあのこれで山田五郎さんの、僕まだ見てないですけども上がってましたが、アルチンボルトっていう絵描きさん、16世紀の真ん中ぐらいだったと思います、間違えたらすみません、レオナルドのちょっと後、ほんの少し後ぐらいなんですけども、ああいう変なイタリア人がいたっていうね、多分どんな内容か知りませんけども、ああいったものとかも絵画ですから、十分これ絵画としてなるかなと思いますよ。体重まだまだいける F65 和紙メビウスというか、でコピーミリペン、あ、売ってました、僕もそれ買いました、ミリペンみたいなのを買って、非常にいいなと思いました。上に上に伸びていく感じで、この前の時にちょっと自分、その人のアトリエ的な机を買いたい人とかにタイプが似てるんですよ。でそういうタイプが似てる時にどっち選ぶってなると、こちらは僕は選びました。やっぱりクオリティであるとか発想であるとかっていう、こう想像させてくれる部分っていうのの面白さみたいなのは、こちらの方の方が上回っているなということで、非常にいい作品です。でも第8位ということは、まだまだ上がいるんだなということを考えてもらえればいいなと思います。でもすごくこの、あの方はこういうペンでも十分作品になっていくと思いますので、なんかツイッターとかね、ちょっと若者が見る媒体 SNS とかにガンガン上げていったら、バズっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、自己プロデュースとかもされていかれたら楽しくなっていくんじゃないでしょうかね。ぜひ頑張ってみてください。第7位はいこちらね、似たようなタイプかもしれませんけども、これなんかもやる気ってますよね、すごいと思いませんか。第7位ですけど、6位ですっけ、すごいなと思って見ました。あ、ペンでここまでもアップにしてもしてもね、この絵なんかに関しても、もう私なんかどん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 おらんになった方がええんちゃうかぐらいに、デカデカとなるべく載せておきましょうね。横一の絵やったらね、どん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 大きい乗せていけますので、すごいですよね。で手前にこのうねうねってあるのが、なんか宇宙人のなんか足みたいな、昔のね、なんか宇宙人の絵の足みたいな感じもするし、奥の方のこの、なんですかねっていうこう感じも、68歳の地方公務員、68でも働けるんですか、いいですね。油彩30年ほど描いていて、工房店頭にも応募しています。ペン画をほとんど描きませんが、学生時代に描いたことがあって、今回は1年ほど前に制作したものだそうですけども、展覧会に出品を考えていませんので応募しようと思いました。いいことだと思います。 35×25cm のある種の細め、ロットリングというのがあるんですか、製図用インクの 0.2、0.3、0.5 というのを使って描いたということです。制作趣旨、ガニメデは木製の衛星カッコ付きの一つで、そのガニメデから見た地平線と、その先に木星、これは木星なんですね、登ってくる様子を想像して描きましたと。白い帯、天の川でしょうね、空気のない世界で、ひょっとするとこの絵のような植物らしきものが育っていて、こんな風景が見えているのではないかと想像して描いた作品。あ、やっぱそうか、私の言うてたような、なんか植物じゃないけどね、あの宇宙人の足みたいなっていうね、クレーターとかと木星の姿は自分の天体望遠鏡で撮影したものをデフォルメして描いた。あ、もう全然
多少例えばそういうのとかね、画像とかを見てもう自分の中に咀嚼して描いていくとか、そういったものは特に問題ないと思うんですよ。僕一番気にしているのは、例えば絵とかをそのまま写すとか、人間の顔とかをそのまま写すとかっていうのがどっちかと気にしていて、例えば動物とかはいっぱいこう、ね、動画とかがあの画像とか上がっていて、それをちょっとね、あのうまいことあの分からんように使ってあげたり、こういう衛星なんていうのも山ほどあって、それを自分の中でするっていうのは著作権的には問題ないと思うん でそれもこれも例えばペンとかっていう素材やから、例えば写実的にね、もうフォトリアリズムばりに写してしまうみたいなことしたらもうアウトやと思うんですけど、こういう素材感が全然違うものとかで描いたりする分には問題ないと思うので、その辺は全然あの皆さん気になさらないでくださいということですね。群馬県の方ということ、あ、サップグリーンというニックネームで書いてますね純粋な意味でのペン画とは異なるかもしれません。いや、もう全然これも十分ペン画という括りで、もうこれぐらいの全部に責任を持って描いてある作品というのを皆様にお見せしたかったということと、ペンでここまでできるんだということですね。まあ、35cm×25cm が相当でっかいですよね。だからあの大変やったと思いますけども、非常にいい作品だと思います。ありがとうございました。何かこんなベラベラ喋ってると何か分かんなくなるという、6位、第6位ということでこちらの作品です。すみません、カットできずに申し訳ございません。今日は5日、明日は6日、友人の明日結婚式があるので、もう録画を今日の夜のうちにやっとかないと、展覧会も明日最終日ということなので大忙しでございます。こちらの作品面白いと思いませんか？これも悩みましたよ。もっと上位にするべきか。いいですね、文章も短い、サイズ 28.5×19.5cm のスケッチブック、ペンはゲルボールペンで描く、ゲルボールペンで描けるんだ。田舎の暗闇のホタルを描きました。すごく幻想的な風景でしたということで、よろしくお願いします。ねえ、これは本当にゴッホのようなペンでここまで描けるんやっていうことで、僕はこの油絵の具のようなね、こう多分本物見たら絵の具自体の物質感みたいなのはないのかもしれませんけども、すごいと思いませんか？この辺りを見せたかった私は。でここまでできるというこの方なんか、この世界観で全然貫き続けていってください。デフォルメしてある形とか、この木々の赤と蛍の黄色なんていうのもすごい綺麗ですし、ほんまにペンで描いたのかっていうぐらい寄ってみると、確かにこう線がわーっと集積されている感じねえ、なのに1位じゃないんだっていう感じかもしれない。これちょっと待ってよ、もっと上位でも良かったかなって思うようになってきてしまったな。やっぱすごいな。いや、絵の具使ってるのかなと思ったんですよ。でよく見るとこうペンですね。あー、すごい、もっと上位でも良かったかもしれません。すみません、あー、ごめんなさいまた機会があればぜひ送ってきてください。なんかチラチラ見出した、何かあげてもいいかなと思い出してしまいました。あの、すごいですねこれね、本当にゴッホのような世界観で、周りの本当に余白の部分っていうのまでも緊張感をビターッと持っているのとか、この赤いこう木の流れみたいなのがすごく、そしてふわふわ浮遊している、ホタルというものと何かすごくこう相まって、すごい綺麗な、もう絵画じゃなきゃできない世界を表しているような気がします。ありがとうございました。この方でも初めてですかね、ちょっと作品が見当たらなかったんですみません。さあ、第5位の作品になってきますか。こちらの作品です。って感じでしょこれちょっとね、これね、面白かったんですよ。で、この方過去に送ってきた作品をちょっと見たらこっちなんですよね。あれ？で、ちょっともうおじさんほぼどいときますけども、あのこれね、全く同じものをね、使ってはるんですよね。で、私これ、あれと思って、で、水彩にボールペンで描いたんかなっていうことで、一生懸命アップにして見てみたら、どうも、これは水彩は水彩、ペンはペンだけで描いてるんですよ。これ色つけてんのかなってずーっと思って、よく見てもやっぱり水彩っぽさがほぼないので、おそらく、間違えたらすみません。でも、ほぼもうペンで描きまくっているんですよ。
でちょっとこう読ませていただきますと、いつも楽しく拝見させていただいておりますと、勝手に公募てっぺんが募集お知らせ、こう来たかと思いました。今回はぜひ応募しようと思っていたので10色ボールペンあるんだ、こんなペンがね、サインペンとあと画用紙を買ってきました。初めての画材で初めてのモチーフ厳しいので、前回鬼好評に応募したアジサイを描いてみることにしました。描き始めて混色の難しさを思い知らされましたが、予想以上に楽しく、もうそれがもう画面からめちゃくちゃ伝わってきます。画材はもう少し色が多ければよかったですと。いやでも十分ですね。鬼好評に続くこの工房もとてもいい企画だと思います。同じテーマで他の方がどう描いたかを見るのも楽しみですということで、絵を始めて5ヶ月とね、ご指南により道が開けている感じがしますということで、本当にこのアジサイも悪くはないんですけども、あの水彩の方ですね、すごくないですか。ここまで、ね、普通にそんなに難しくないモチーフもここまでやられるとやっぱりショーまで来るということがお見せしたかったということがあるんですね。だから本当にこう仙台に選ばれた方申し訳ございません。ここまでやって10色ボールペンというのがあるんや、そしてここまでやってこれるんや、相当時間かかっただろうと、ね、皆様お忙しいでしょうからね、あのなかなか時間も見つけれないかもしれませんが、ここまでできるんだということを見せさせていただいて本当にありがとうございました。なんか本当に身近な画材とかでいろんなことができる、10色ボールペンなんか昔なかったですもんね。3色ボールペンっていうのが出てきただけで感動したものですけども、おそらくそれでいろんなインクができるようになって、本当にこの20年ぐらいでそういうのができてきたんちゃうかなと思いますし、そういう新しい画材、もちろんパソコンみたいなもの iPad とかで絵描くとかっていうのもあっていいんですけども、アナログでも身近なこういう画材というのがあるんだよということを皆様にお指し示するために、私じゃなく人の力を借りたという、なんとも根性の悪い人間だなということで、ありがとうございました。A3 画用紙男65歳だそうです。面白いですね男とか書いてますね名前見ると大体わかるんですけど、さあ第4位の発表でございます。ドル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 ダン、こちらの作品です。おーすごいでしょこれ。これもね、酔ってみたらペンなんやーっていうので自分が感動してるという、こんなん描けんねやって、いや僕は絶対作画動画作らないですから、あのもう色鉛筆で凝りたんで私には向いてないと、ちまちまやる、あの油絵とかならですね、あれもう描くとこと描かないとこすごいやってるだけの話で、こうでこの方はそうです、皆様知ってますよね、この人ですよ、人ですよいつも上位に入ってくるね、勝手に公募てんぺんがすごいスピンオフの方ですね。この方あたりに僕はなんかこう言葉の中で何ですか、スピンオフ企画っていう観点にここの動画の中で使わせてもらってるんですけど、この方がスピンオフの何々でございますっていつも書いてあるんで、クアラルンプール絵画教室の方、題名さよなら夏の日、夏の終わりに際して白いスニーカーを選択してベランダの手すりに引っ掛けておいたものをお疲れ様でしたの気持ちを込めて書きました。描きながらチェックを繰り返すうちに何ていうんですか、外資感に襲われたんですが、歌川広重の深川の亀じゃんと声を上げてしまいました。自分としてはそのような感じに感じた次第ですということがです。キャンソンボード A3 サイズ、ピグメントを 0.1、0.3、0.5、0.1、0.3、0.5、あ、0.03 か。マルチライナーっていうピグメントペン、マルチライナーっていうのがあるんですって。で三菱ユニボールペンのシグの 0.38 いろいろ混ぜて20色くらいハッチングと点描で描きました。1位じゃなくてすみません。これまで悩んだんですけど、これこの辺はもう本当に珍しく悩んだんですけどね、うますぎますよ、もうプロですよ、十分プロで、ペンでやって時間は多分かかったでしょうけど、もうこれ1枚10万、15万、20万で十分売れる作品になってきたんじゃないかなと思います。個人的にはヘンテコリンな世界観のが好きで、えらい上手くなりはったなっていう感じで、デッサンができていない頃の方の面白さのが僕はちょっと好きやったところもあるんですけども、すっごくこう、いい作品だなと思いますよ。ずっと見てても見飽きない。ですね、すごい書き込みまくってます。サイズ的には紙のサイズまでは書いてなかったかな、
ということで、第4位でこれかっていう感じかもしれませんが、素晴らしい作品をありがとうございました。実際問題はもうこの辺はなんかもう正直どれもいいかなって気分によってもしかしてこれが1位になってたとかあるかもしれませんね。いつも素敵な作品をありがとうございます。何かを差し上げたいぐらいの気持ちにこの辺にはなりますが、郵送とか今忙しくてすみません。でもチビがねようやく寝てるんで今一生懸命録画しております。そして第3位の作品はこちら。うわー、どうですか。この方も初めて、40歳の男性、独学の素人です。公表していただけるという機会を作っていただき感謝してます。という題名、令和3年元旦、25×43cm、BB 剣とイラストレーションボード、ハイテックのボールペン、シグのボールペン、水彩マーカーペン、もうね、いろんなものを使って、どうですか。すっごい面白いですね。これなんかこう紐状のものが牛になっているような、そして牛のねあれで多分お正月のもしかしてこれはなんていうんですか、年賀状的なものに使われたのかもしれませんけど、いや非常にも何も言うことないよっていう、こうもうこの世界観ガンガン貫いていきながら、本当にこう梅津和夫先生かなんかを師と仰ぎながらどん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 書いて SNS とかガンガン上げていけば少しずつバズっていくはずだと思うんで、1枚2枚じゃなかなかね、それが例えば10枚20枚30枚ぐらいになってきた時に、うわ面白いと思ってペッて火ついた時に、僕もこれ結局動画いっぱい作ってきてね、1点とか2点で勝負してるわけじゃないじゃないですか。作画動画に関しても相当数売ってきて、よしぼちぼち出してやろうかな、全部見せます、この絵の描き方全部見せますって、ある程度ああいうの狙ってはいるんですよね。そういうなんかやっぱりいきなり一発で当てようって若い人とか学生とか思ったりするんですけども、この方も多分40歳で独学でっていうことなんで、コツコツ多分貯めていかれてると思うんで、うまいことその辺を一気にバッと見せるんじゃなくて、コツコツなんかこう見せていったり、もう YouTube かなんかされてもいいかもしれませんもんね。ペン画でずっと書いていった様をずっと動画に撮って、私みたいにスマホで撮って、それを早送りかなんかにしたら海外の人にわーってなるかもしれませんので、なんかそれぐらいのことしていっていいかなと思いました。じゃあなんでこれが3位なんだって言われると、もしかして年賀状なんじゃないかなと思ったんですよすみませんね、これが来年の絵とね、牛、虎描いてたらもっと僕は評価低いかもしれませんね。虎が嫌いなわけじゃないですよ、品のない虎のない、やめときましょうね。ちょっとそれをふと思ったんですよ。題名とか見る前に、まあ、もしかしてね、最新作だったらもっと、もちろんね、過去の作品でもいいですよと言うているんで、でも結局なんかこうフレッシュさみたいなものと、ちょっとこうちょっとしたこう失敗みたいな部分とかっていうのも面白かったりする部分があったりするので、なんかこうそういうところ、まあ、この方は十分プロとしてやっていけると思いますので、この世界観をぜひ貫きながらコツコツとされていってみてください。まあ、この世界は多分逆に火がつくと長いこといくと思うんで、なんていうんですか、一発屋的な感じって、俺口軽いか言おうかな、なんか、まあ、口軽いか言うんですけど、最近ちょろっと見たんですけど、なんかスプレーかなんかでわーっと書いて生乾きの状態でわーっとなんかしたりすると月になったりなんかするっていうので、なんかテレビ出てる女性がいたんですよ。あれね、10年か15年ぐらい前にアメリカ人かなんかがやってたんですよ、全く同じことで、わっパクってると思ってすみません。で、僕多分気づいてる人気づくんですけど、で皆さんそうならん方がいいと思うんで、オリジナリティは追求しつつ、僕みたいな偏屈な人間が覚えていて、アメリカ人がなんかねこうスプレーかなんかベーっと書いて、その生乾きの状態グッとしたりグッとしたりすると山に見えたり月描いたりとかするっていうスプレーなんとかアートみたいなやつだと思うんですけど、それ最近テレビでやってたから、うわもう誇らしげにやったけど絶対この人パクってんのにと思いながらね、あ最低ですねすみませんでぜひですね、コツコツされてみてください。さあいよいよ第2位の発表でございます。でダン、こちらの作品です。おー、いかがですか。読みますね。83歳の老体、83ですって、
画伯の動画いつも楽しく拝見しておりますと、今回ペンで描くを企画していただきありがとうございます。十数年前でしょうか、画家池田学さんの作品展を見る機会が十数年前、結構それから作品の精細、緻密さに圧倒されました。ロータイムを一度調整しようと思い、画材を揃えて、岩に、打ち寄せる波しぶきを描きました。よろしくお願いしますと。でこの作品は5年ほど前のということは78歳ぐらいの時の作品だそうです。本当にこう、ペンでここまで責任を全部持てるかっていう、もう一番初め実はこれたまたまペッとクリックしたあのやつだったんですよ。メールがいっぱい来てて、ペッと押したらうわこれはと思って、あもうこれ完全上位に来るなと思って、ずっと何度も何度も見返しながら、さあ何位にしようか何位にしようかと。で老体ですって書いてあってね、僕は本当にもうちょっとお年寄りに甘いとこがあって最低な人間ですよねすみません。 でも5年前かと思ったんですね。1ヶ月3週間ぐらい時間あって、で3週間という時間と、まあ、次の顔に関しては1ヶ月半ぐらいの時間があってということで、お題を与えている期間を僕の中でちょっとゆとりを持ってやっていたところがあってですね。でこれが本当に最新作だったら、これ例えば後ろの方に飛んでるこの鳥たち、塗り残してる鳥たちとか、この手前のこの 水の波のしぶき、いいじゃないですか。皆さんどうですか。でペンでここまで描けるんだ、ね、78歳ぐらいの頃の作品ということで、この方この作品ですよね。え一人なんですか、まあ、コロナの状況で一人オペラコンサート的な感じでしょうかね。えこれはあれですか、誰ですか、和田アキ子さんでしょうか、関西の女帝あの方上沼恵美子さんでしょうか、分かりませんが、友人の女性を描きましたって書いてましたね、すいません適当で、1時間も喋ってるのはこの頭おかしくなります。で、この作品でこの方はこういうこともできると。で私からすると皆さんこうやっぱり自分の中で新しいチャレンジを常にしていくべきやと思います。もうこれしかやらない、これしかできないっていうことじゃなくて、やっぱほんの少し小さい画面5センチ6センチぐらいに目ん玉描いた方とかおられましたよね。でそれによって何か得れるものがあって、で今回出すことによって他の人の絵を見たら、あこんないろんな色のペンがあるんやと、例えば画面に責任を持ったらこんな風になるんやとか、そういうことを多分学んだと思うし、多分皆様初めにいい場所を受けたら最後止めることもできるはずなんですよ。それがあってなってる人は、じゃあ初めと最後だけでやっていく。で初めはしんどいです、肩凝ってきます、おぎそめまたお前肩凝らしやがってこの野郎と言うかもしれませんけど、それがこうなってくるとある程度慣れてきます。何でもそうです、慣れるもんですよねっていうことで、この方のこの作品というのはすごいそういうところを見せてくれるいい作品だなと思いましたので2位に選ばせていただきました。あ本当は1位かなとか何位かなと思ってたんですが、5年前かっていうことで、じゃあ最後の作品でございます。最後はこちらです。はい、こちらの作品でございました。これはですね、題名、母なる海。いやダメですね、私子供が生まれたばっか最低じゃないかで怒られそう、隠れとこすみませんごめんなさい。今題名見たの初めてですよ。でもなんかね、赤ん坊がいて、うわーなんかチャーミングなって、でこれ上手じゃないじゃないですか、すっごく上手い方いましてね、牛の方にしても何にしてもそうじゃないですか。でも僕はこの柔らかさと温かさと、そしてこのもう全部を点で埋め尽くした感じっていうのがいろいろ相まって、なんかああっていう気の休まる過去の作品かもしれませんけど、何も書いてないとこが正解だったのかもしれませんけども、暗い中で未知なる何かが誕生して、光となるような、光となるということを表現いたしましたということで、サイズ F4 水彩トンボ社の ATB、デュアルブラッシュペンとラメ入りボールペンを使用しましたって、こういうペンがあるんですね。非常にこうなんか自分のこう世界観を持たれていて作られていて、なんかこう
それぞれが何かよくわからない三五章ぐらいの漢字は分かったり、上から光が入っているのが分かったりするんですけど、自分のすごい世界観を作られている漢字というのが非常にいいなと思いましたし、へその緒があって、なんかね、どこかの恐竜2みたいな、最近 見ましたけど、1ヶ月前がこんな感じだったんで、そういうところもなんか、ここのおでこのシワとかがね、生まれてきた時あるんですよね。今なくなってきましたけどね。でそういうところもすごくこう心に刺さってしまいましたお前の忖度やねえかって今ね、モニターの向こうで皆さんそう突っ込み始めてるかもしれません。前の映画これなんですよ。どうですか。もちろん時間圧倒的にこのペン画はかかっているでしょうけども、何か何でしょうかね。こんだけ回って見てきた中で、最後もう本当私もできないような仕事の中で、この仕事やったらできるかもしれないけども、それ技術的なことですよ。でも世界観とかこの優しさ柔らかさみたいなのはなかなかこうえげつないものを持ってきたな。そしてこのやっぱり花火の日本で、これはもしかして仙台だったですか、ちょっとどう覚えてませんけども、そこからの大躍進というかですね、賞入ったかな、確か日本というテーマで、こういう花火ぐらいよくあるよねみたいなことで言うたのかもしれませんし、ちょっと覚えてませんけども、で、こちらの作品を選ばせていただきました。ちょっと男性か女性かも分かりませんが、お名前とかも今回のには書いていなかった、前のメールを見れば分かりますけどね。で、本当におめでとうございますというか、素晴らしい作品をありがとうございました。で、以前も言うておりましたけども、何か差し上げるということで、こちらのですね、ハッピーチョコレートセットですね、ハッピーチョコレートセット、ピンク色のこのケースに入ったハッピーチョコレートセットを1名様、今の方ですね、よかったら可能な限り今週中にメールを送ってきてください。でこちらのものと、これだけやったらなあ、お前もらいもんやないかって突っ込まれそうなんで、この光るな、この絵か、これですね、これは鉛筆がペン画じゃないんですけどね。これは、すごいハッチングとかしてあるの分かりますか？何ですっけ？銀筆というので描いたり、墨で描いたりとか、絵の具で描いたりとかして、実際にこれは販売とかしていた作品ですけども、こちらの人物画の方か、人物家にあると嫌っていう方もいますので、こちらのどこかで見たぞとモニター向こうで突っ込んできそうですね。こちらの作品のどちらか、ハッピーチョコレートセットはもう差し上げますので、水彩がいいか、人物の銀筆画がいいか、どちらかをメールでお知らせください。その際、住所、郵便番号、住所、電話番号まで書いてください。なんとか宅急便でお送りしますので、よろしくお願いしますということで、第2回ペンが非常に私が楽しませていただきました。皆様ありがとうございました。で、第3回のもう勝手に公募展はもう公募の募集要項等が出ておりますので、ぜひそれを動画を見てください。顔、喜怒哀楽、画材等は自由でございます。サイズも自由でございますので、ぜひ皆様から楽しい作品をたくさんお待ちしております。また次回第3回勝手に公募展、また何か差し上げますので、ぜひ楽しみにしておいてください。次のものはちょっとまたいいものになります。まあ、ペン画は募集期間も短かったというので、若干いいものじゃないと言ったら怒られそうですけど、1万円ぐらいしてたんでね、このね、ハッピーチョコレートセットね、Amazon さんでですね、また次回、応募お待ちしておりますということで、皆様チャット欄にわちゃ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 、さようなら、おやすみなさい、チャンネル登録よろしくね、 SNS もやってます、よろしくね。